さて続いては小学男子 400m リレーの決勝です。大会記録は52秒12、兵庫小学記録は50秒43というこのレースです。小山さん、続いては男子の決勝、はい、どこを注目されますか？そうですね、なんといっても田島 AC ですね、はい、6レーンを走ります。で、予選準決勝ともう群を抜いた走りでしたので、はい、決勝も楽しみです。かなり準決勝の記録を見てもおっしゃる通り群を抜いてるわけですよね、はい、そこに他のチームがどれだけ食い下がれるかというのも面白そうですね。そうですね、2位争い、それ少しでも上の順位、いい記録を目指して頑張っていると思いますので、はい、楽しみです。そうですね。さあ、2レーンは初優勝を狙う天地、3レーンも初優勝を狙うのは稲見の陸上、4レーンも初の頂点を狙う佐古氏、5レーンは今先ほど女子が初優勝しました、こちらも初の頂点を狙う加古川 RC、 6レーンは記録との戦いもあるかもしれません、大注目、初優勝を狙う田島 AC、 7レーンは去年6位、5年ぶり3度目の優勝を目指す阿賀穂、8レーンはイカルガ、9レーン、こちらも初優勝を狙う小宅です。やはり田島 AC に対抗する5レーンの加古川 RC、 そうですね、佐古氏というところでしょうか、はい、内側を走りますので田島 AC を見ながら走れるということは、はい、記録向上につながると思います、はい、左が田島 AC、 6レーン、右は加古川 RC、 男女アベック優勝となるでしょうか。小学男子 400m リレーの決勝です。決勝スタート、まずは田島 AC がやはり前評判通りスピードに乗ってきました。小山さん、速いですね、はい、そうですね、スピード乗っていい走りですね、はい、バトンも上手です。はい、田島 AC、 そして加古川 RC、 佐古氏、3走へのバトンはどうか、うまく渡りました。他の追随を許さないというここまでの走りです。田島 AC、 アンカーにもバトンが渡りました。田島 AC が独走状態、ついていくのは加古川 RC、 田島 AC が逃げる、スピードはもちろん落ちません、最後フィニッシュ、田島 AC 初優勝、53秒01の記録です。初優勝田島 AC、 2着は加古川 RC、 そして佐古氏、小宅というこの辺り上位です。加古川 RC 女子は優勝、男子は2位ということになりました。では田島 AC のこの後優勝インタビューを聞きましょう。ありがとうございます。放送席橋本さん、はい、見事初優勝を果たしました田島 AC のアンカー南光海斗選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。圧巻のチームみんなでの走りでしたね。はい、みんなの走りはどうでしたか？すごく良かったと思います。そこから最後バトンを受け取ってどんな気持ちで走ってましたか？もうこれは1にならないとダメだなと思いました。見事に最後フィニッシュ、改めて優勝しました。いかがですか？もうすごく嬉しいです。今後はチームでどんな走りを目指していきたいですか？もうこれからは50秒を切って40秒台に行っていきたいです。おめでとうございます。田島 AC のアンカー南光海斗選手でした。小学男子 400m リレーの決勝は田島 AC の初優勝で幕を閉じました。ここまでの放送の解説、神戸市立永田小学校教諭兵庫立教普及委員会副委員長の小山正則さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。